アメリカウルトラハイレリーフダブルイーグル1オンス金貨 NGC MS70DPL 最高鑑定。1905年セオドア・ルーズベルト大統領は個人的にセント・ゴーデンズを招いてアメリカのコインの再設計を始め、1907年セント・ゴーデンズの20ドル金貨が登場しました。これはアメリカおよび世界でこれまでに作られた中でおそらく最も美しいコインと呼ばれています。セント・ゴーデンズの芸術的な傑作にもかかわらず、その鋳造プロセスはゴーデンズとルーズベルトが特に望んでいたハイレリーフではありませんでした。その結果、ハイレリーフコインの生産というセント・ゴーデンズの目標は実現できませんでした。2009年のウルトラハイレリーフダブルイーグル金貨の表側はアメリカの精神を象徴するリバティを特徴としています。コインの裏側には日の出の時間に飛んでいる若いワシが描かれています。2009年のウルトラハイレリーフダブルイーグル金貨は有名な芸術家と20世紀の先見の目のあるリーダーとの最初のコラボレーションです。21世紀の技術を使用することにより、米国造幣局はこれまでに達成できなかったハイレリーフを作成するという目標を実現できました。これはアメリカ独自の芸術表現です。この金貨は NGC の鑑定後、 MS70MS70PL MS70DPL の3つの異なるバージョンがあります。 MS70DPL は3つのバージョンのうち最も希少なバージョンです。諸説はいくつかありますが、特定のプレス機の型で一番最初に鋳造された金貨だけ DPL の仕上がりになったという説が一番信憑性の高い理由です。